なったら。本当、うん、じゃあ術後の経過次第で。経過次第で。ねえ、でも引きたいと、うん、なんかね、うん、マットラスト体勢とか。そうよ。うん、ね、引くの引かないのって。うん、ねえ、もしよかったらせっかくだけね。そうだったね。うん。まあ、経過見てみて、うん。うん、あの、そういう感じにしとくけんが。うん、あの、いいんじゃない？すごい良くなってる、前より。本当？うん。すごい良くなってる。よかった。お、覚えてはないよね、まだ。ちょこっと、覚えて、大体。そう、あの、うん、この辺はね、なんとなくその、なくてもできるけど、やっぱ うん、ここがね、やっぱ覚えてないところが、やっぱ弾けんよね。ああ、うん。ああ、やっぱり弾けてないなって思う。なるほどね。うんうん、そこがね、うん、まあ、もう練習がなかなかできんかもしれんけどね。まあ、あれだったら楽譜置いて自分で勉強行くでしょ。あともうこう、なんかちっちゃめにちょっとつなげて、置こうかなっても、うん、そうね、思ってる。そうね。B5 ぐらいにして、こうバーって並べて。そしたら、並ぶけ、うん、6枚だけね。うん。それでもいいかもしれないね。うん。うん、そっかそっか。よし。うん、はい。うん、はい。よし。じゃあ最初から始めましょう。はい。はい、アスカちゃんが聞くこと、ちゃんちゃん、うん、ここもそうだけど、これがタンタンタンっていくと、うん、これが引き飛ばしてしまう気がパン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 ね、うん、はい、
速度良かった今ぐらいが心地いいはず多分、うんうん、え、もう一回じゃあここからどうぞ。意識してたら、物語を語らんといかんみたいね、うん、だからこういうところを完全にもう段落で言えば、一つの物語がここで終わったわけね、うん、っていう感じで今度日本線でやるとか、ここも一つ日本線が入ってるんだけど、ここにも入ってるんだけど、こういうのでその場面が変わるのね、うん、その終盤としてはその、うん、丸ここら辺は例えばここに句読点があってここに丸があってとかいう感じな感じなんだけども、うん、こういうそのそれをねこうまとまるとだからもう完全に切るわけじゃないんだけれども、うん、気持ちを切り替えるって思うとその表現のそのきっかけにはなるよね、うん、で完全にここで一つの物語が終わってしまってここから第二部に入る第二部というか、うん、まあ、と思うぐらいの感じのここにソルツァンドがあるんだけれども、うん、それを思うともう一回ちょっとここからいい、うんうん、柔らかくしてからこのこれもこうすると抜けるじゃん音が、ラララって弾いてる時はもうこれ用意しとって、そうそう、触ってますみたいな、だけどこれちゃんと使ってます。
ます。これもちょっと考えてみつつやってみよう。はい。
回4回出てくるじゃん、うんうんうん、同じ形がだけど同じ形は繰り返しおると思ってやる、うん、じゃあ こっからできる、はい、いやの方がいいかもしれない。なんでかっていうとスケルツォって書いてあるね、うんうん、今ね、普通のスタカートだ今。Thank you.
じゃあここで止めて、はい、どうで、下にって言ったけど、なんかちょっと変わっちゃったよね、弾き方がね。ちょっとこんから、ね、混乱してる、ちょっと、うん、大丈夫大丈夫、うん、あの飛んでいい弦が、うんうん、ただこう軽くならんように、ね、うん、うん、掴んだらそう、うん、あでもそう、あでもここは長いじゃん、うん、あそうか、右手こういったコール左手で取ってるけどね、うん、うん、そうだね、うん、でも違う、なんか違う、音が違うなんか、うん、なんかね、やっぱね、移動するごとに必死になる弦がね、うん、甘くなるというね、そうね、なんていうかな、こう、瞬間だよね、うん、瞬間だけ、瞬間で、うん、そう、うん、そうね、もう素早くここの二の腕の筋肉は使ってから、うん、とか胸筋とかね、うん、そうすると、去って、うん、でやっぱその、なんていうのかな、ピアノ弦みたいなのってやっぱ必要、そう、音はちゃんと落とさなきゃ、うん、そう、つかめばいい弦が、うんうんうん、それもやっぱりそのここのね、そう、うん、ここの図鑑みたいで、うん、ここがね、あのあすけちゃんスリムだ弦がなんかこう甘くなりがちだね、この動き、うん、うん、でこの動きとこの先っぽの、この先っぽのここね、これでこう一瞬一瞬ドドドっていうの、うん、このオクターブを飛んでもつかめる感覚っていうか、その時にこう落とすのとこう重さが落ちるのとスピードが一緒に受けるんですよね、うん、まあね、頭では分かっててもなかなか難しいんだけどねでもほら、ね、意識するのとしないとでは、そう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 、変わってくるけどね、うん、そがんで急がんでも、うん、ホールで弾くときは急、あの早く弾いてるように聞こえるけん、残響があるけん、だけあの今私ここすごいゆっくり余裕で今振ったけんが、うん、あのそんぐらいの気持ちで多分ちょうどいいと思うつだい、だけあの引き飛ばさんように、うん、あの改めて弾いてもいいぐらいな感じの感覚でいいかなと思ったり、うん、もう一回ちょっとこっからいいかな、はい、はい、Thank you.
5でいける、うん、うん、どっちでもいい、指が長いと4でもいけるね。そうするとここに5がもうある。また改めて始めるっていうふうに位置づければ、うん、別に5、5でもいいかなっていう言い方。私はやっぱり研究そこしてみといて、変えられたら変えられていいと思います。かっこよ。でもう一回入ったぞ、はい、気持ちを終わらせといて、うん、ダーンジャーンジャーンってこう一気にいくみたいなね、うん、っていうのもありはありかなって思うけど、まあここと違うっていうのは、うん、明らかだけ、うんうんうん、そのあんまりね、そういやらしくないかなって思ってもね、思ってだから、うん、もう普通に終わったっていうので、うん、ポッっていう感じがいいのかなって、ね、うん、なんか、うん、それが狙ってあるのかな。そうだね、うん、もちろんこれ途中だけん次の曲があるけんね、うん、3番目があるけんっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、まあ そ, う、ね、うん、それで終わったっていうのね、うんうん、もういいかなっていう気はします、はい、うん、とね、例えば、なんていうかな、最初のこの右手ね、やっぱりさっきのクレッシェンドのスタッカートじゃないけれども、ちょっとね甘いかもしれんつらいね、うん、うん、そう、なんかこう鋭さっていうか、こういうせわしさみたいなの、うんうん、っていうのを、例えば白鳥がパパパパって走ってるような感じの、うん、ちょっとね、は、接点がね、うん、広すぎるつらい、うん、それでピアノにもよるんだけど、ちょっとね、拾いたいね。それを少し、うん、こう、つく感じ。この手のリズム、リズム感、リズム感、うん、リズム感あるはずだけんが、あとは、バッ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 って、こう、すごい、ちょっと、そう。この形全部ね、うん、うん、この最後のところもそう。ここも。ここも、うん。タタチャタタ。メロディーが入ってきても、うん、
だいぶ良くなった、だいぶ良くなった、うん、こうリズム感ね、うん、じゃあちょっと最初からどうぞ、うん、言った件がその記憶がね、うん、
あれだと思うけど、もう一回確かめればまた入る件が、うんうんうん、せっかくね、だから弾いてあげる、ね、いや今年に限ってね、激しい曲選んだなと思って。そうね、お腹痛くなるかもしれない。確かにね、支える部分だけね。いやでもね、うんうんうん、弾く準備はして、うん、でプログラムを載せてるとよ。あ、そうなんだね、うん、できる限り準備はして、うん、もう、うん、そうだ、あとはもうね、そうなってみなんて分からんけんね。で最初からほら抜かしとくと、なんか、うん、あ、もうやめるつもりだったんだなってなるのも、うん、だからそうね、自分の気持ち的なね、乗せとくとなんか頑張ろうって思えるたい、うんうん、そうね、そうね、うん、弾こうって思えば、うんうん、間違うかなと思って、うんうんうん、まあ意外に平気で弾けるかもしれんしね。そうそう、だけど分かんないって回復具合がどのくらいか、うん、ね、ただね、乗せとらんだったら、ああ弾けたって思うのが嫌だけどね、うん、そう、うんうん、まあね、いいじゃん、ぜひぜひ、あの、そうね、弾いてみて、弾いてみて、ね、挑戦するけ。ねえ、せっかくこんなやって教えてもらってね、いやいや、良くなってきて、うんうんうん、すごい、ね、良くしてもらってるのに、ね、うん、ね、いいんじゃないかなと思うよ、うん、まあ、あともう細かいこと言っちゃえばもうね、もうね、まああれが、うん、あともうちょっと骨が引き込んで、うん、そうね、うん、あとは多分自分で、あの、できていく範囲かなっても思うからね、うん、うん、ただそのやっぱり本番になると、その間違えたうんぬんにやっぱり気にしとられんけんが、うん、あの音楽を、うん、にこう入る、うん、入り込む、そのあ、そうだね、自分の、うんうんうん、あの力っていうか、うんうん、で頭でだけその構成しとってほしいですよね、うんうん、これがこうなってああなって、うんうん、で終盤の場合は特にやっぱそういうその構成立てみたいなのがあらかじめいるけんが、うんうん、その思いのままに弾けんけん、そのなんていうかな、これが次なってこうなってこうなってっていう喋、うん、るような感じで、あの物語っていうか文章っていう形で頭に入れとくと、あのだいぶその緊張からほどける、うん、ほどけるかなっていう、うん、でも入っていくけどね、気は、うん、そう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 、とね、そんな方が ね、うん、そういう意味でもう一回その楽譜は見て、うんうんうん、あの音うんぬんっていうのは会場でもしできるんだったらやってみて、うんうん、あ、こんな感じかみたいな感じで、うん、ただ急がなくても、うん、いや、あの早く弾いてるように聞こえるけん、うんうんうん、焦らんで、そうね、チャチャチャーな、だからここもタン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 って自分の中で歌っとけば急がんはず、うんうん、そういうところであの頭にまとめていくと、うん、だいぶだ、ここはねメロディーがあるけんいいけど、うん、こうどうしてもはやってしまうみたいな、そうそうそう、ね、だからこっちもいかな、左もいかな、あれもいかなってこうなってしまって、だそのチャチャチャの中でもこれがあるっていうこととか、うんうん、でちょっとこう頭の中で落ち着かせていくといいかなっていう感じがするので、まあ仕上げでやってみてください、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいすごい。